ちょっと急遽動画撮っておりますけどはい、も。急遽です。レッツゴートゥーザプラネットじゃない、間違えた。はい、レッ惑星ツに行ゴートゥースこう。タート。え、違うな。マコトゥーザエンターテインメン。どうも皆さん、おはこんにちは、まことでーす。アイシテクでーす。ちょっと急遽動画撮っておりますけど。はい、急遽です。レッツゴートゥーザプラネットじゃない、間違えた。はい、レッツゴースタート。え、違うな。レッツ、ウィーアーレッツゴーザパーティースタート。はい。公演が決まりましたけども。ね、東京と大阪ね。申し込みの仕方が特殊ということで、ちょっと動画撮っております。はい。今のところ出演者は、大阪公演のみはニュース。うん。どっちも出るっていうのは、スーパーエイト、カトゥーン、うん、平成ジャンプ、キスマイ、エビ、ウエスト、キンプリ、うん、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビス、うん、アンドモアってなってて。アンドモア？で、セクシーゾーンが、多分名前変わるから載ってないだけで、あ、本当は来るんじゃないかっていう噂もあります。受付できる対象のファンクラブ、TOKIO、KinKi とか、その辺のファンクラブに入ってる人も申し込みができます。じゃあ、アンドモアに入ってるかもしれない。いや、それは分からんけど、ただ、倍率がエグすぎる。ああ、まあ、全グループのファンクラブに入ってる人が対象なので、うん、まあ、買う子も毎年すごい倍率なんですけど、うん、その代わりのイベントみたいな感じなので、はい、今回めちゃくちゃ倍率が高いと思います。ファンクラブのページにまず飛んで、自分の入ってるファンクラブの名前選んでもらって、ファンクラブに入ってる会員番号入れて、はい、パスワード入れてログインします。はい。はい、ログインしました。ログインすると、はい、注意事項がいっぱい書いてあって。ああ、流れ的な。そうそうそう、うん。で、同意しますにチェックを入れて、申し込み画面に進めます。公演希望日が出てきますって。行きたい公演を選びます。はい。で、第2希望は、別の日の公演。とか、別の時間の公演を選びますけど、うん、今回は大阪は2日間しかないので、はい、木曜日1位にしてもらって、水曜日を第2希望にする。うん。希望の公演を選んだら次へボタンを押します、はい、希望枚数チケットを何枚希望しますかっていうのが出るので、はい、1枚か2枚を選びます。あとは着席ブロックを使用するか車椅子の席を使用するかっていうのが出てくるので、そこも選択します、はい、着席ブロックだともう本当にずっと着席しとく席なので、うん、立ちっぱなしで辛くなるかもしれないって不安な人とか、お子様連れてる人は大人が立っちゃうと見えなくなるので、だいたい着席ブロックを選びます。はい。そしたら次のページで全部選択した確認内容が出てくる。あ、そうですね。自分の、名義の名前とかメールアドレスとか全部出てくるので、間違いがないかを確認して申し込むを押します。次ね、こっからがいつもと違うこと。同行者登録を先にしないといけないんです、今回。ファンクラブ会員じゃないといけない公演とかっていうのはこのタイプだと思うんですけど、うん、ニュースだけとかカトゥーンだけで申し込みするときの場合は、前日までに登録すればよかったので、うん、そうですね。ここで登録するとこはないんです。で、この同行者登録の注意事項を読んでもらって、はい、同行者にお知らせするっていうボタンが出てくる。同行者に送信する URL が出てくるので、コピーするっていうのを押して一緒に行ってもらう人の SNS だったりとかメールだったりとか、それに貼り付けてお知らせします、うん、URL を押すとログイン画面に行きます。パスワード入れてログインすると勝手にその同行者登録しますかみたいな、うん、画面に入ります。これの同行者登録しますっていうのを押すと、それで申し込みが完了しましたっていうメールがちゃんと返ってくるような状態。あー、なるほどね。なってます。ここで完了です、やっと、うん。11のお昼までが申し込み期限ですけど、3月12日だから次の日の18時までに同行者の登録がないと申し込みが無効になりますって書いてます。まあ申し込みはしてあるけど、同行者の登録ができてないと申し込み自体が無効になっちゃう。誰と行くかを相談して了承を得てから申し込みしないとダメっていう、ちょっとめんどくさいタイプですね。そうですね。ちょっと前の動画で失敗したってやつありましたけど、こういうことには今回はならないので、先に同行者登録をしていくっていう、ちょっとその安心感はありますね。うん、確かに。本人確認されると入れなくなるので、はい、そこだけは注意してもらって、本人確認ありますよってめっちゃ書いてるやつって、名前と身分証を照らし合わせたりとか、厳重にやっていく公演が出てくるかもしれない。可能性はなきにしもっていうところで、ちょっと気をつけていきたいと思います。
これやっぱ高いね。チケット代は15,000円。でも15,000円であの全グループ見れると思ったら安いかな。単独で行って9,000円ぐらいするよね。うん、だから12時です。コンサート関連の過去の動画もたくさんありますんで、そちらもぜひ参考にしてもらえればと思います。